浅井さんは探検家になりたかったっていう。うん、そうやって思った時、まあ、飛行艇乗りにもなりたかったですね。飛行艇、イリュージョンっていう本知ってますか？いや、知らない。飛行機乗って、だから旅して回って、お客さん乗せてお金もらっとって、そういう人生も面白いなとか。探検したならどっか行ってみたいとかあります？あの、怖いものとかないんです。例えば蛇が嫌とか、あのほらアマゾンとか行くとそういうのいっぱいあるでしょ。で探検家っていうと、私やっぱああいうとこ行くと本当に怖いと思うよ。ねえ、前達也とあの丹沢っていう山に行ったんですけど、それ昼夜からお酒飲んで、うん、で夜になって真っ暗なんですよ、うん、で山のその谷間にキャンプしてて、したらなんかメキメキとか言って、うん、動物が近寄ってきて、うん、で達也がちょっとこっち来てとか言うから、うん、懐中電灯で照らしたら目が、うん、目だけ光るじゃん、うん、目だけが闇、暗闇の中に浮かんで、うん、こっちをずっと見てるんです、うん、すごく怖かった、うん、そいつが何者だかはもう分からないままなんですか？分かんない。で今日そこに登ってくるときに、うん、お前今日見たとか言って、ぬかるみにこの裏の足跡があったぞとか言って、達也が言うから余計怖かった。なんだろうそれ。怖かったんですね。怖かったって言い終わった後が何ともキュートで、私なんかはもうどちらかというと、あ、探検家にならなくてよかったねケンちゃんみたいな。そう、あのね、探検家はそっからが始まりですからね、うん、そっからなんだこいつはっていうところから探検が始まっていくみたいなもんじゃないですか。それはそこで、あ、怖かったみたいな。そこで怖いって言っちゃダメです。そうだよね、うん、うん、でも怖いよ。でもで中村さんは何になりたかったですか？俺ちっちゃい頃漫画家になると思ってたんだけど、うん、じゃあ漫画上手、漫画ばっかり描いてた。でそれがなぜこう音楽の、で中学校上がって、で友達がバンドやろうかって誘ってくれて、みんなでやりだしてから、なんかこう最初バンドじゃやろうっていう時に影響を受けたなんかアーティストがいる？先輩。あ、学校の先輩。先輩方が体育館で、うん、なんかクールスとかキャロルのコピーをガーッとって、うーん、おーとか思って、うん、みんななんかその頃なんか紙テープとかあったし、はい、うわーとか、なんかめちゃくちゃ悪いやつらがすげえ盛り上がってさ、かっこいいなとか。じゃあ今でも時々漫画は描きます？漫画っていうか、うん、描く、絵は描く、うん、あの、え、今は漫画じゃなくて絵に変わったの？ストーリーはない。ストーリーのある漫画描いてない。照井さんは何になりたかったです？あまり考えたことないですけど、うん、子供の頃から映画好き で映画の世界に憧れてるから、うん、ギャング映画とかゴッドファーザーとかすごい影響を受けたし、うん、タクシードライバーとか、だからああいう人生もいいかなとか。あ、役者、役者じゃなくて本物。あ、本物。本物。あ、本物、うん、あ、ギャング、ギャング、マフィア。日本の映画見なかったんですか？任侠はあんまり見てないですね。見てないですか？仁義なきとか、うん、あ、見ましたけど、あの、そんなにはなくて、やっぱじゃあマフィアですね。そうですね。